きなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。よいしょ。でもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。やばい、口が開かない。リップ塗り忘れた。はい、ということで、本日はカウントダウン TV さんに出演させていただきます。そう、家にちょっと今日は夜が遅いの でこの配信終わったら本当にすぐ出なければいけないので、その西の本日の予定はこの後はそう、配信を大西の中で開始するのが3分遅れてしまったので、そうなんです、本当は20分ぴったりぐらいからやりたかったんですけど、ちょっと遅れてしまったので、15分のテロップが出る瞬間にちょっとね終われたらいいなと思っております。そう、そしてですね、本日は9周年です。何の9周年かというと、私の所属しているチーム8の9周年と、私のデビューした日、9周年でございます。ありがとう。今日はそれのね配信もあるので、チームメイトのぜひぜひよろしくお願いします。チームメイトも9周年ゆっくりだねえ、9周年です。なので今日から10年目になるのでそうなんですよ、2桁いくなんて思ってなかった。本当にねえ、自分が10年目ですっていう日が来るんだなんて本当に思ってなかったので、びっくりでしかないんですけど、4年目ぐらいで卒業してるつもりやと思うなって
そうやったっけ、4年目やったっけ、もっと早くなかったっけ。本当に愛ってわりかしすぐもうやめるってなってたんですけど、いろんなことがあって残らせてもらってお、ママがいる。そうねえ、わ、なにこれ、チーム8ってあるんだけど、なに、チームエイト大好きやって、すごい、今日限定、え、嬉しすぎる、こんなん、え、こんなタワー作れるの、すごい、ショールームの方が知ってくれてたっていうのが嬉しい。チームエイト9周年っていう、嬉しい、ありがとうございます。そっかそっか、ねえ、もうその時にちょっと時間気にしなきゃいけないのもちょっとあれなんですけど、まだ大丈夫。うん、そうですね、本当にそれこそ9年前の今日お披露目だったので、あのお披露目の当時から、お披露目の当時の瞬間から私を見つけてくれた人って多分かなり少なくて、今だいぶ子さんだよっていう方でもいないんですよね。なんかその時期から大西の握手会に通ってくれてみたいな、一番最初のみたいな、一番最初の握手会に来たよっていう人ってもう今ほとんどいないし、 SNS もあの頃は755しか多分やってなかったので、あとはブログかな、 Twitter とかインスタもやり始めたのわりかしね、ここ最近なので、今最近って言ってももう何年もやってますけど、そう SNS も最初は全然できなくて、いろんな縛りがあって、ねえ、だから9年前のねえ、すごい、一番最初の握手会のこともよく覚えてるって、覚えてる、やっぱなんかアイドルになってから初めらへんの記憶ってなんかずっと残ってるんですよね。そう、それこそ握手会だったりとか、うん、なんかなんだろうね、初めてのなんちゃらみたいな、なんかそういう系はすごくやっぱり全部がね新しいことなのですごく記憶に残ってたりするんですけど、何人ぐらいがそこに来たのって、いや少なかったよ、なんか初めての握手会は47人でやったんですよ、チームメイト全員で横並びで、そうで個別握手会が初めてやった時
に来てくれたの何人ぐらいだろうね。5、6人ぐらいかな。5、6人ぐらいの方が来てくれて、でもやっぱりそこにイベント、知名度のイベントに来てた方とかも来てくれてたりして、それがすごい嬉しかったのを覚えてる。あと最初の頃、大西桃子って検索して、イベントとか終わった後とか、そうで自分のことをつぶやいてくれてる人を全員スクショしてた。そうね、大西桃子ちゃんが可愛かったみたいなコメントがあるのが嬉しすぎて、自分のことを可愛いって言ってる人がいるみたいな。そうそうね、全部スクショしてた。ありえなかったじゃない。なんか別に普通に生きててさ、アイドルになってなかったら可愛いって言われるのなんて親ぐらいからしか言われないからまあ親が言ってくれるだけありがたいんですけど、なんだろうね、可愛いって言われないじゃないですか。それこそまあね、同性とかならあるかもしれないけど、友達同士で異性から言われることなんかまずないじゃないですか。でもそのツイ、まあでも女の子からも来てて可愛かった、男性の方からも可愛い、大西桃子ちゃん可愛いってコメントが1件2件とかあるんですよ。もうそれが嬉しくて、で元気かなって思うよね。ね、元気であってほしい。何してるんだろう今。お、やば、13分経過しました。ありがとう。じゃあちょっとね、ちょっと15分ぴったりぐらいに終わりたいので、じゃあちょっと一旦ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位ケージアットマーク祝9周年さん、ありがとうございます。イエイ。すごい唇が乾きすぎてここまでしか笑えないそして2位がカンタムさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がヒサガさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がキアイティティアットマーク、チームメイト9周年おめでとうさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が大西カッキーアットマーク、大西くんアットマーク祝9周年&ルームレベル5403、ありがとうございます。イエイ。やばそして6位が MM ルールズアットマーク、岐阜のやると人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が英語アットマーク突破隊さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が大西桃香おじさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が親ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位があるさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が一押し ABS さん、ありがとうございました。イエイ、ありがとう。そしてタワー呼ばせていただきます。いきますよ、ケイジさん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 、チームメイト大好きタワー、ありがとうございます。ありがとう。イエイ。 I love チームメイト、ありがとうございます。イエイ。皆様も本当にありがとうございましたお、ちょうど15分だったよ。ナイス。よし、やっと私は靴下履いて荷物背負って行ってきたいと思います。ゆえじゃあこの辺で終わりたいと思います。
では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では行ってきます。バイバイ。行ってきます。バイバイ。